こんにちは、赤大好きともがお送りするエアマルチまったりマインクラフト。撮影日は7月29日1時10分。今回も作業コメが来ているので、そちらからやっていきたいと思います。そして前回やれなかったやつ、整地と、まあ、この辺の畑作りとかをね、できたらやっていきたいと思います。それではコメント。ナンバー762、7月28日、木曜日、12時オープン。ロバートです。ありがとう。村人の子供のよちよち、歩き、かわいい。うん、かわいかったね。前はね、以前はめっちゃ爆走してたのにね、うん、ずっと走り回ってた。今の子たちも、おやすみなさい。とことこ歩くようになったよね。ありがとうございます。基本的にね、ちょっとこれはねコメントの方で来ているので後で説明します。これはよいしょ。トモさん、羊近くの、近くの羊同士がラブラブ、知らなかったね。そうね、知らなかったね。今までは偶然うまくいってたんだね。うん、みたいだね。ずっと上げた順番で増えるもんだと思ってたんだけどね。最も近くにいるやつとだったんだね。ここに来て初めてそれを知ったよ。厳重注意、またノクターンを無駄にしていると。この間最後なんか途中で出したりしたから、カモがいっぱいあるんだから途中で取り出さないで別のカモ取ってやってみる。了解、やってみます。なもんか。死んでしまった。よいしょ。卵をいただいて。よいしょ。よし。植林地対応策、さっきやってたやつね。白樺の苗木なかなか増えないみたいだね。そう、全然増えないね。苗木が安定するまで4マス間を空けて苗木を植える。超えたら1234マス空けていこうか。でこの辺もちょっと伸びないように、ね、間で成長を1本を成長させるためにちょっとこう空けて1234マス空けておく。苗木が安定するまで4マス間分けて成長したら切って植える。しばらくは繰り返していくと。もしくは、あ、時間置いてない。奥側はちょっと、減らして置いておいてもいいかもね。3本だけとか、2本だけにしておいておくとか。あ、ちょうどいい。2本だけ植えとこう、こっちは。そうすれば2本取れば苗木が3個4個と増えていくからね。よいしょ、ありがとう。かぼちゃ畑、お伺い、かぼちゃ畑のバグ治りましたか？それでは今回も恒例のチェックのフォローに入りたいと思います。あったかな。よいしょ。こういう風には置けるんだけどね。さあ、ドゥールに治りませんでした。よいしょ。もし治ってなかったらそこにちょっと下も作ってもいい？前の階段部分に少し被るかもしれないけど、被っちゃうけど、もし作ってもいいならバグを
前の地面を、横幅じいきます。これと枠と同じますかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、そうだね、枠とこっちの階段か、枠と同じマスを掘る。よいしょ、せっかくから合わせちゃう。よいしょ、はい、よいしょ、横幅11マス、大きい、奥行きが3マス。ここまでだ。で、深さ1マスを掘ると。これでいいのかな？これ深さ2マスになっちゃったかな、これ。で、この状態で、今回は以上ですと。今夜も遅くなってごめんね。大丈夫だよ。それではよろしくお願いします。頑張ります。そうだな、これどうやって打とこうかな。よいしょ、とこれでいいのか。こうしておけば階段は直ると。 OK。 さあ、それでは整地を終えたら、あっちのちょっとやってみようかな。
1,2,3,4,5,6こっちのね、村づくり畑と羊小屋を作って、では羊を連れていくのが大変だから、小屋から連れていくの大変だから、あっちの方にいるやつらを連れて行ったり、あとは赤い羊がいるからそいつを連れて行って染色してもいいし、上のやつ取ってからすればよいしょ、はい、はい、あんま暗いな、ちょっと待って、今ここスーッて砂が滑ってった、
番下に一回置けないと全部ミスるな。よいしょ。両サイドに置いた方がいいのかな。でも真ん中も暗いから真ん中に置いちゃえばいいか。松明の位置ね。ノーミス。ノーミス目指してたからちょっと無言になっちゃった。途中焦ったけど、あともう一個っていうその焦りが焦りが出てしまった。よし、こっちもノーミス目指すぞ。もう大丈夫、もう別にもう全然慣れてきたし。はっ。
ブランクあるから、もう長いことブランクがあるからミスっちゃうよ。階段があるから、それをそのまま道として採用できるから、村長宅、あ、したらこれドアの向きを変えてこっち向きにすればいいのか。あ、でも邪魔だなこの家、これとかガラスいっか、ガラスいいや、これが邪魔なんだ。何個だっけ、1、2、3、4、5、3、4、5、6、7、8、8か、8件。8件立てていくから。よいしょ。よいしょ。5×5 ぐらいの大きさの家にしちゃって、5×5 がある感じ。そうすれば入るかな。スペースに入るかな。入らないかな。この辺もちょっと、こっち。5×5。
なんか集会所みたいな感じにしようかとも思ったけど、中心からずれてるしな。あ、そっか。もしくは最悪ドアの位置、ドアの位置をせめて中心に合わせて、もうジャックさん中心じゃないよな。あ、中心じゃないんだこれ。2マスか。じゃあ2マスで飛び寄せけばいいか。よいしょ。そもそもでもなかったそもそもぶつかんないのかなって思ったけど、ちょうどだった。でも扉の位置的に右側なんだよな。もう一個右なんだよな。そこは妥協したくないな。中心だもんな。中心で作りたいか。とりあえずそこまでは。両サイドから羊小屋には入れて、で間のこっち縦方向からは移動できないと、出入りはできない。で全部に2頭ずつ入れていく感じで8個、となると 5×5 だと 5×5 でいくとして、ここから1、2、3、4、5、狭っ、まあいいか。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、これで1、2、3、4、これで4個作った。1、2、3、4、5、とりあえず4個ここに作って、これ高さどんくらいだ、枠のですか、ここ枠。
1234だ。ここからの4だ。1234、そこだね。ここまで階段で上がって、ここからさらに、平らにしていくと。ここを平らにしていって、よいしょ、もう一度上だった。そう。あ、今あそこを削ったのか。もう一度上だな。もう一度上に登っていく感じにして。
気を直して。こうして。違う、シンメトリー。遺跡に合わせて掘っていってもいいな。トントントンで、こっちもよいしょ。こういうちょっと遺跡とは関係ないところを持っていくことによって立体感が出てきて面白い。
よいしょ。あ、いや、こうしといて。こう。OK。これで左右対称になったぞ。で、ここをそのまま階段として登っていく。で、この段、この段かな？この下の段か。下の段だっけ？そうだね。この段から、平らにしていって、またここから先に、4つ羊小屋を作っていくと。よいしょ。目印として3本立てとこう。OK。これでいいでしょう。ちょうど通路のマスになるから、あーっと違う、ここはん、中心線上に畑を作って、こ、あ、羊小屋を作って、ね、その両サイドに通り道を作って、そのさらにこっち側に家が建つと。だからそこ通路で、その奥側に家が建たない。とりあえずここは通路かな。こうだね。ここ通路ですよと。まあ、なんとかしていこう、この辺は。まあ、通路3マス。ここから3マスでいいでしょ。って考えて、1、2、3、4、5。あ、いけるな。うん、削ればいける。OK。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。よいしょ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどは、片下のコメントもしくは、ask.fm までよろしくお願いいたします。以上、岡大好きともがお送りいたしました。